こんにちは、今回はレジェンド27枚ロイヤルを使っていきたいと思います。その、禁じられた箱を開けたいと思います。どんなデッキが眠っているのか、皆さん楽しみですよね。じゃあちょっと覗いてみますか。覗く？うっひょ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 。じゃあ覗いてみるか。見ます。はい、こんな感じですね。まあ、前のエーテル10万ロイヤルよりは全然強くて、今回のデッキのコンセプトは、レジェンドが27枚入っている縛り。だからフローラルフェンサーであるとか、まあ、ホワイトパラディン、それから、渾身の一振り、ランサー、そういったまあ、序盤に結構耐久できるカードを詰め合わせてみました。はい。まあ、こんな感じですね。はい。じゃあちょっとやっていきますか。まあ、多分前のデッキよりは強い。で、この縛りでどれだけ戦えるのか、これですね。はい。レジェンド27枚ロイヤル、よろしくお願いします。でも、フローラルフェンサーが3枚入るだけで、多分全然違う。忌むべき悪魔とかがいなくなっただけで、もう全然ね、多分勝率は変わってくると思います。はい。まあ、ちょっと重いロイヤルみたいな、そんな感じですね。はい。だから、できるだけ低コストを引けば、何ら問題はなく戦えるんじゃないかなと思っているんですが、よろしくお願いします。どうぞお覚悟を。退屈させてくれるなよ。先行なんですが、まあフロフェンは取っておきます。はい。先行後攻に関わらず、まあ、このデッキの場合に限ってはフロフェンは取っておいた方がいいですね。先行の場合は。はい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 、なるほどね。はい。まあ、ワンパイアに椿は使えないんですよね。だから、ドラゴン相手だと、まあ、嬉しかったんですが、まあ、でも、まあ、わからないですよね、まだ。はい。オート姫来ました。私に任せな。このニコスのね、キャラが出せるっていうのが大きいんですよ。ランサーがいるだけでも心強い。で？まあ、サンコスはノーイストルーパーで、ダメージを与えていけるし、エリナ一先を、顔じゃなくて、ランサーと。なるほど。ってことは、ミッドレイン、コントロールですね。はい。まあ、これで攻撃と。まあ、目視力が多分あるんですが、まあ、相手も、まあ、動きが遅そうなので、まあ、のんびり、あれやっていけば、多分、楽勝に勝てると思います。にゃはっはっは。まあ、これやって、まあ、ゆっくりいきますか。ゆっくりね。多分ワードローブレーダーが入ってるんですが、まあいいかな。まあワードローブレーダー来いよと。で、夜の群れ。めんどくさいな。なるほど。だからフローラルフェンサーからの、次のターン、乙姫。それが多分強い。これ、縛りですかね、一応。だから弱いデッキとかいうコメントよくあるんですが、まあ、それ頭の悪いコメントはちょっと、無視します。はい。弱いに決まってるんじゃないですか。タイトル見た時点でね、分かっていただけないと、こちらとしてもちょっとね、どうし、対処のしようがないというか、ちょっと困りますね、逆に。弱いデッキを使ってるんですよ、こっちは。まあ、次のターン、乙姫。それから、ガブリエル。何でもできちゃいます。ね、はい。そんな小汚いモンスターを出してもしょうがないやんか。こっちに乙姫という無敵のカードがおるんやで。顔。賢いな。賢い上にやってくるコードが小賢しいから、椿を行きます。でも使えるときに椿は使っておきたい。その方が椿も喜ぶわ。まあ、乙姫で進化でね、わざわざ進化使って自滅するのももったいないんでね。はい。どうや？全然戦えるぞ、これ。で？にゃっ！じゃあ、乙姫をじゃーし！で、まあ、顔狙うと。いやどうや、これ。コマンダーはちょっと重いから入れませんでした。はい。サラキの悪魔のプレミアを出して、進化を使って、で？なるほど。
めんどくさい相手が出てきたんですが、まあ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 、メデューサの邪眼を発動して、おっと、そそるね、城之内。ああ、じゃあ、ここは、まあ、渾身の一振りを、まあ、これ攻撃します。で、渾身の一振りを打って、まあ、打って攻撃して、で、まあ、こいつで攻撃して、乙姫を展開させる。あまあ、目視力が怖いな、でもちょっと。これ、乙姫なくなっちゃったから、これが突破されると、ちょっと対処はできないんですよね。目視力来ないことを祈る。もうそれしかない。まあ、絶対持ってますからね。極限まで耐えて、で、バーンと打ってってやってくるんですよね、どうせ。にゃっは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 っ。で、じゃあ、こっちは、アレキサンダーをザーしてー、攻撃する。見ましたか、この、最強デッキ。レジェンド27枚も入ってるからな、正直負けることはないです。はい。ちょっともう一回やってみるか。どれぐらい強いのかね。はい。一回やっただけじゃわからない。使ってみればわかる強さ。まあね、正直多分強いですね。普通に強いと思う。普通のミッドレンジロイヤルみたいなもんですから、まあ悪くはない。まあ2戦目の対戦相手は、誰でしょうか。まあ、ウィッチだときついんかな。まあ、とりあえず、超越はな、ほんとめんどくさいんですよ。ドラゴンな。椿で、焼き尽くしてやる。私は天空の天地を焦がせ、焼き尽くしてやる。うわぁ、うわぁ、ちょっと待って。悪夢や、悪夢。いや、こういうことあんねやな、やっぱ。しかも先行。うわぁ、まあまあ、オッケーオッケー、勝ちました。はい。フロフェン来たな、おっきいですね。おっきい。まあ、ホワイトパラディもまあ、おっきいかな。うわ、フェイスか。アイボリー出たイコールフェイスっていうのは、まあ、常識ですよね。ニコスは、おっと？運命の泉のプレミア。珍しいな。じゃあ、ホワイトパラディを出して、で、サンコスで、どうせブレイジングブレスやろ。それか、相打ち、相打ち、相打ちしろ。相打ちするのが君の運命や。相打ち。相打ちやろ、そこは。相打ちしてみ。すべてが楽になるぞ。楽になったやろ。サンコスは。アイラか。なるほどな。ただ、ホルテとかを後々出されると、もう一気に行かれるんですが、まあ、ここは出さない方がいいですね。フロフェンは、もう唯一の頼み、奇跡なんですよ、フロフェンは。ね。強いな、運命の泉。てか、手札がちょっとな、また悪夢ですわ、地獄ですわ、これ。えぐ、えぐ、えぐすぎ、ワロッチャ。ワロチャこの戦場を打開できるのか。乙姫来たのは大きいですね。ただこれはちょっとな、えぐいなんてもんじゃねえよっていうな。えぐすぎ、えぐすぎ、えぐすぎるぞこれ。だって次アイラさ、気流兵の進化並みのスタッツ持ってるわけやん。強っな。7、えぐすぎるぜ。そんなエグいカードを出さないでほしいな。ジークリー、そっか、まあ、強いな。強いなんてもんじゃねえよ、これ。エグいな。エグすぎるだろ、これ。しかもデスミスト攻撃しひんの？舐められたもんやな。あれ？そっか。じゃあ、ここは、乙姫を出さないでターンエンドリタイアと。ちょっと相手が悪かったな。てか手札がレジェンドしかないんだが。
やっぱちょっとレジェンドがね27枚あるってことは13枚しか使えるカードが序盤ないんですよ。だから先行の時点でまあ非常に厳しかったかな。まあちょっとね、1勝1敗なんですが、まあ強いっちゃ強いと思います。